岐阜県地消院の宮崎浄道と申します今日は年間未生という故事について声なき姿なき教えと題しお話しさせていただきたいと思いますある日領事選という山でお釈迦様は説法を聞くために集まった弟子たちに何も言わず手にしていた一輪の花を差し出しましたが みんな意味が分からず黙ってしまいまいすしかしながらこの時たった一人マカカショウ様という弟子だけがお釈迦様ににっこりと微笑み返しました何も語らずともその教えを理解したマカカショウ様に真理を授けた年下未生といわれる孤児です 心伝心という言葉がありますが本当に大切なことは心から心に直接伝わる仏法を花に重ねたお釈迦様とそれを受け止めたマカカショウ様2500年以上の時を連綿と受け継がれてきた仏教の教えですがその最初は言葉ではなく一輪の花だったんです。 私たちの日常はどううでしょう相手に伝えたい思いがあって言葉で伝えようとしますが時に言葉を重ねていくほど思うように伝わらないことがあります。そこで今日は心から心に伝わる瞬間ということについてお話しさせていただきたいと思います。 今から22年前私は縁あって妻の実家であるお寺に入り僧侶としての歩みを始めましたそんな私が先々代である正道和尚様の33回忌を迎える準備をしていた頃のことです正道和尚様は役所に勤めていて戸籍の写しを所写する仕事をしていたそうです そう言われてみると、お参りに伺う家の仏間には、正道将様の書かれた掛け軸や、表札の掛けてあるお家が少なくありません。中には、子供の名前をつけてもらった。よく相談に乗ってもらったな。きちんと叱ってくれた。 亡くなってずいぶん経つ今でもその人柄を慕う声が聞こえてきますこのような声を聞きながらご法事の準備のために解散堂の掃除をしていると普段見ているつもりで気にも留めていなかった大きな木箱に入った経典に改めて気がつきますそれを見た妻が「懐かしい。 おじいちゃんそれよく書いてたそれは大般若経といって全部で600巻ある膨大な量の書きかけの経典でした手に取って数えてみると127巻目の途中まで書いてありその一巻一巻に触れながら思いましたこれは私が会ったことのない 正道和尚様が残してくれた書きかけの経典ここは歴代の住職が守ってきてくれたお寺何を残したかったのかこう思いながら経典を眺めているとあと残り473巻できない理由はないしこの続きを書かない理由も見渡りません よし書いてみようこう思って早速書き始めたんですがもちろん簡単じゃありません実際に書いてみると筆を置くたびに字の大きさや墨の濃淡が変わってしまう大体にして何年かかるか考えると気持ちもなえるし毎日写経するためだけの時間を取るのも難しい それでも気を取り直し身と息を整え静かに座りただ書くということだけに意識を向けていきますとても静かですそれまでは気がつかなかった遠くの方でお祭り船が落ちる音やお墓参りに来た人たちの談笑の声が聞こえてくるそれはその昔 おしょうさまも聞いていたはずの日常の音小一時間も続けていて思いました大体にしてこの写経を何のために始めたんだろうこれだけの量を本当に書き終えるつもりだったんだろうかあれこれ考えを巡らせますが結局答えは見つかりません ふとかつて聞いた正道和尚様を慕う皆さんの声が頭をよぎります「よく相談に乗ってもらったなきちんと叱ってくれたそれは誰とでも真摯に向き合う時間を大切にしていたのであろう正道和尚様の生きる姿です」。 こう思う思と目の前にある大般若卿は完成することだけに意味があるんじゃないここに向き合って行事している今ここに意味があることに気が付きますもちろんここに声という伝達はなく姿もありません目の前にあるのはただ書くという足跡だけが頼りの仏業のみです それはきっと正道和尚様から私への声なき姿なき教えなのでしょう。冒頭の年義未生の孤事に関連して大本山総持寺を開かれました慶山禅師様はお釈迦様から摩っ赤化様に仏法が正しく伝わった理由を こうお示しくださっていますただ、諸人の精進と不精進とによって、諸仏、頭失、頭も捨てるのみなり、受け継ぐ人のひたむきな努力があれば、仏様はその姿を余すところなく表されると、年下未生の意味するところは、言葉だけでも気持ちだけでもない。 ただ私たちの実践の力精進によってのみ生きる場所も時代さえも超えて伝わるはずです。年下未生一心の精進が互いの心に伝わる瞬間です。